ウィリアム・シルバでカルバーレは、アンゴラル・アンダ出身のポルトガル人、サッカー選手、レアル・ベティス所属、ポジションは MF、ポルトガル代表。スポルティング・ CP の下部組織出身で、2011年にトップチームに昇格し、2011年4月3日に、ビトーリアイスシーセンに途中出場し、トップデビューした。2013年10月27日の FC ポルト戦で、 初ゴールを記録した。2011年に CD ファティマ、2012年にサークルブルッヘーレンタル遺跡。2016年2月9日にスポルティング CP と契約延長で合意に達したと、クラブ公式サイトで発表した。新契約は2019から20シーズン末までで、契約解除の違約金は4500万ユーロに設定された。 2018年7月13日、レアルベティスト2023年までの契約を結んだことが発表された。ポルトガル代表として U-19、U-21 の代表にそれぞれ選ばれている。2013年11月19日の 2014FIFA ワールドカップ予選プレイオフのスウェーデン戦で A 代表デビュー。UEFA ユーロ2016にも出場し、決勝戦では フル出場して、アントワール・グリーズマンを完封しポルトガル代表の初優勝に貢献した。2016年11月13日の2018、FIFA ワールドカップ予選、ラトビア戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。